お疲れ様です。ノーズタイムチャンネルのてっぺです。いや疲れた。ノーズタイムチャンネル。今日はね、見てわかる通りハンドルちょっとでかいんですよ。っていうのが今日レンタカーしてて2トンロングで今日は来てます。でもうすぐ仕事終わって今日ちょっと歯医者の日なんでまた歯医者行かんとダメですね。めんどくさ。でも今日行かんとまた虫歯進行しちゃうんでそれはダメだよね。頑張っていきますけど、はあ、あ、ほんでいや、その前に2トンロングちょっと長すぎて運転しにくいな。ちょっと振らなあかんでしょ、曲がるときにちょっとこういくみたいな。まあ、全然いけるんだけど。でね、日曜海行くねっつって今日も言わないで言ってたと思うんですけど行きました。拍手で、海行って結論入りませんでした。まさかの。なんでか分かりますよね。海行って海入らない理由、まあ、正式に言うと入れなく、ああ入れなかった。はい、波がなかったっすね。やったわーと思って。で1個目のポイントを行ったんですけど、ビーチで海水浴場で、ザキがそのハローとか風波見てくれてて、でザキ計算式で行くとまあちょっと乗れるぐらいあるんちゃうかみたいな。でワクワクしながら行ったんですけど、いやもうマジで海水浴状態。その時に名付けた波の高さの、名称セット林、足裏からくるぶしの時に使います。セット林ね、もうマジセット林でした。あかんであれ。で僕行きしなちょっと寝てたんで、あじゃあ交代してそのもう一個知ってるポイント行こうかみたいな。で1時間半ぐらいかけてそっから行って、よっしゃ着いたみたいな。で止めてちょっと寝たらもう雨ザーザーで、ちょっと見に行こうかみたいな。なかったっす。セット林でしたね。ない日はもうどこ行ってもない、そういう日でしたね僕たちにとって今日は。じゃあ前回は、いやでなんかちょっと爪痕を残したかったんでモーニング食べに行って、ほんでザキのちょっとザキ社長の仕事場を訪問させていただきまして、ちょっとご紹介させてもらう感じで動画撮らせてもらったんですけど、いやーあいつ渋いっすね。まあまたそのうち動画でね、何個かちょっと上げれてないやつあるからそっから消化して後に出てくると思う。ちょっと楽しみにしておいてもらえたらと思っております。ちょっと締めます。今日もこの動画を見てくれてるあなた
あなたの生活にもっとどっぷりとノーズダイブしたい。で、ノーズダイブチャンネルの動画を上げて